ここで選手の皆さん、スタート地点にご注目ください。ゲストのご紹介をいたします。大きな拍手お願いいたします。ゲストの皆さんは一言お願い申し上げます。スペシャルゲスト、プロランニングコーチ木哲彦さん、皆さんおはようございます。私も初めて走りますので皆さんと一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。今日は向かい風ですけれど、今日はありますけれど、その厳しさを楽しんで最後、フィニッシュ、笑顔でゴールできるように頑張りましょう。お願いします。ありがとうございます。中日のゲストランナー、モデル、タレントの西谷彩子さん。皆さんおはようございます。見てください、景色がすごくきれいです。ゲストランナー、シンガーソングライター、スイさん。皆さん、おはようございます。このスタート地点に立った自分の挑戦する気持ちを大事に楽しく走っていきましょう。えい、えい、おー、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。続きまして、ふるさと招待選手、千代市シティランナー、牛山純一さん。ということで、下り坂だそうです。コースも上りと下りがいっぱいあるんですが、天気も上りと下りがいっぱいありそうです。雨が来るまでに走りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。続きまして、ゲストランナー、株式会社松本山雅事業推進部、岸さん、山雅店舗マネージャーの阿部拓也さん。おはようございます。僕は3年前に走らせていただいたんですが、歩いてしまったので、今年は歩かないように皆さんと一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ゲストランナー、松本山雅フットボールクラブコミュニティボートビルダーの飯田雅樹さん。皆さんおはようございます。初めてのフルマラソンなので、しっかり楽しんでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。以上、ゲストの皆さんにご紹介します。よろしくお願いいたします。信州松本の地で3年ぶり3回目の大会を開催することができました。非常に厳しいコンディションかもしれませんけれども、まさかこれまでトレーニングで培ってきた力を存分に発揮していただきたいと思います。全国から集まったランナーの皆さん、ぜひこの新しい松本らしさを詰め込んだコースを精一杯走り抜いてください。そして苦難を乗り越え、未来につなぐ達成感と感動を手にしていただくことを期待しています。全てのランナーの皆さんの健闘を願います。そしてスタートまでマスクの着用というのを最後にお願いします。
ロープいいですかね。はい、ロープ。スタート1分前、さあスタート1分前を切りました。松本マラソン2022スターターは大会公式サポーター相沢病院所属スピードスケートの小平奈緒さんです。皆さんおはようございます。皆さんが信州松本の街を気持ちよく走り抜けるように最後まで応援しています。頑張ってください。